黄金の角、黄金の角、黄金の角、ガルド法人は、デンマークの南ユトランド地方のトゥナ、トンダーの北にあるガレーフス村、ギャリアスで発掘された長、単日本一体の金の角である。1639年に長い1号が、1734年に短い2号がそれぞれ見つかった。校舎は、前者の発見場所から15から20メートル離れたところから出土した。 これらは五世紀のものとされている。核は純金製の管でできており、文様が散りばめられた管の半断付けして繋ぎ合わせ、大きくなるに従い全体が湾曲するように形作られていた。角に描かれた文様はおそらく今日失われたゲルマン民族の伝説の出来事が描かれているとも考えられている。しかし最も有力なものは古代スカンディナビア人の伝説よりも、 ケルト神話に由来すとする説である。角を持ち首輪をしている男性が、ケルトの神、ケルヌンノスに、デンマークで発見されたグンデストルップの王釜、のケルヌンノス像ともよく似ているからである。また共に描かれているオスヤギやヘビ、鹿といったものも、一般的に、ケルヌンノスと結びつけられる要素である。また、この角以外にも、デンマークで発掘された、考古学的内物のいくつかに、 ケルトのの影がが見られるる。ものが存在してい二本の角は、元は同じ長さであったが、二号は1734年、発見された当時すでに口の狭い側の一部が、欠落しており一号より短かった。二号の欠落部分は1639年より、前に復元された。一号は湾曲した外側の長さが7 5 8トル。 開口部分の直径が10.4センチメートル、重量が3.2キログラムあった。核は、ユトランドにいた部族、とりわけ、キンブリ族か、ジュート族に起源を持つとされているが、それ以外にも、これの羊を特定する説がいくつか存在する。角はおそらく宗教的な儀式で飲酒に用いられた後、神への捧げ物として大地に埋められたものと考えられる。しかし、 同地域で木やガラス、骨、青銅などで作られた類似した形状の角が見つかっていり、これらのうちのいくつかは明らかに酒を飲むためではなく、吹き鳴らすために作られていたため、前述の説も明確なものではない。長い方の角、一号は六百三十九年六月二十日、ガレーフス村で農民の少女キーステンスベンダターが、ムーイルトゥナ、モーゲルトーンダーの町の近くにあるガレフス村で、 発見した。彼女がそれを見つけた時角は地面から突き出していた。彼女はクリスチャン4世に当てて手紙を書き、角は王に収められた。角は王から孫の王大使のクリスチャン、後のクリスチャン5世へ預かられたが、彼はそれを核廃に作り変えた。デンマークの古物研究家は1641年に学術論文、 黄金の角について、デアウレオコーヌうの中でこの角について論述している。現存する最古のスケッチはこの論文の中で描かれたものである。また1678年に出版された学術雑誌ジャーナルでサバンツにも一号に関する記述が見られる。 約100年後の1734年4月21日に1号が見つかったところからそう遠くない場所からエリック・ラッセンが2号を発見したが、これは欠落した部分があり1号よりも短かった。ラッセンはこれをシャーケン坊の伯爵に献上したが、伯爵はクリスチャン6世へ二百2 0 0で譲渡した。これ以降、これらはクリスチャンス坊の王立美術収蔵室へ収められた。同年、 公文書保管人のリカルド・ヨッカム・パウリスがこれに関する記録を論文に記述した。2号の開口部には以下のようなルーン文字で書かれた碑文があった。これをアルファベットに書き換えるととなる。さらにノルドソ語で読むとと読むことができる。これのおおよその意味を翻訳すると以下の通りになる。ハルアガスタイズは議論の結果。 風下の客もしくは、名高い客を意味するとされた。これは最も古いフルルーン文字で書かれた名文の一つであり、東院史の一節である。1802年5月2日、金細工職人で、時計職人のニールス・ハイデン・ライヒは合鍵を作って、収蔵場所に侵入し、2本の角を盗んで家に持ち帰るとすぐに溶かし、地金にしてしまった。翌日には、角の盗難が、 明らかになり、手がかりを求める広告が、新聞各紙に掲載され、広告費用に千リッタレが費やされた。金細工職人のギルドの大親方、アンドレアス・ホルムは、ハイデン・ライヒが真鍮を混ぜて、質を落とした金で、パゴダ、パゴダと呼ばれる神々をモチーフとした、インドのコインを偽造しホルムを売ろうとした時から、ハイデン・ライヒがこの盗難事件に関わっているのではないかと疑っていた。 そして仕事仲間とハイデンの行動を見張り、彼が町の堀に偽造コインの刻印を捨てるのを目撃した。1803年4月27日ハイデンは逮捕された。彼は4月30日に犯行を自供、同年6月10日に有罪の判決が下された。彼は1840年まで刑務所に収容され、釈放の4年後に死亡した。 彼から角を懐中して作ったコインを買った人々は、それを博物館に変換したが、それらのコインが後に制作された複製品に使われることなかった。ローマの数奇教のためにオリジナルから型取りした石膏像も作られていたが、それらはコルシカ島で船が座礁した際に失われていたため、おおよその外観を復元した複製がスケッチをもとに作られた。 冒頭の写真にある一番新しい複製は1980年に作られたものである。2007年9月17日午前4時30分、銀に金メッキを施した複製品が展示されていた王立イエリン博物館から盗まれたが、2007年9月19日2号の複製は回収された。また、1993年にはモース号戦士博物館、 に収蔵されていた別の複製品、真中に金メッキを施したものが盗まれたが、こちらは間もなくハセルエやハッセリジャー近くの森の水路に行き去っているのが発見された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。